こんばんは。ウェブカメラを買ったんで、ちょっと配信を YouTube の方でしてみようと思います。YouTube 伸ばしたいなって思って。こんにちは。あ、幽霊さんだ。こんにちは。いつもありがとうございます。ちょっとね、カメラを変えたんですけど、そのウェブカメラを買ってみたんです。こう、ウェブカメラを買った方が、綺麗に配信できるかなと思って。普段ずっと iPhone だったんですけど、結構ハイライトが濃いな。今日はちょっとテストで配信なので1枚だけ描いて終わろうと思ってます。ライトが反射しちゃうな。どうすればいいんだろう。今週は結構、なんだろう、外に出ることが多くて、久しぶりに友達とご飯行ったりとかしました。もうずっと引きこもってると本当に気が滅入っちゃうので、家の中にいたりするのもあんまり好きじゃないですし、ワクチンの普及で早くこの状況が終わるといいなって、本当に思います。いいですね。ありがとうございます。嬉しいです。すいません、ちょっとカメラが。影してみたんで、ちょっと見やすくなったのかなって思います。ちょっと後でカメラの設定した方がいいのかな。もうすぐ秋なんで、ちょっと今日は寒々しい絵を描こうと思ってて、結構ここから寒色、冷たい色をがっつり入れて、
越しくらいで個展で買った青、赤、黒、緑 T シャツ、まだ大事に使ってるよ。達者でね。ありがとう。傾けた方がいいのかな。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとね、ウェブカメラを買ったので、YouTube で配信してみようと思って、配信してます。めっちゃ足映ってるな。少し。ライト片側消していきますね。ちょっと光が入りすぎちゃっているので。うん。キュー届きました。あ、くださったんですか。ありがとうございます。今こんな感じの色味ですね。毎週土日に発送しているので、毎週届きました報告が来るのがちょっと嬉しいですね。どうしたらいいかな。ちょっと電気の方向を変え、まずこれでやってみよう。今日はちょっとその暗めの絵を描こうと思ってて、色も全部落としていこうと思います。これからエド作りのタームに入ります。ナイフの絵にも自分のステッカーを貼ってちょっと気分をね作ってるんですよ。これからこういうの作るんだぞっていう。カメラもこれ軌道とか調整できるのかな。ちょっとカメラが光を露光を拾いすぎてるので絞りたいんだよな。あ、これここで人数とか見れるの。ありがとうございます。12名。ツイッターでやった方が人は来ますけど、ちょっと YouTube 頑張りたいんで、これからはちょっとなんとか調整して YouTube の配信を良くしていこうかなっていうふうに思ってます。今日は8時半までにちょっと配信を終わろうと思ってて、
コンビニ行ったり、なんでちょっとやることがちょっと今日は多いので、頑張ります。せっかく初めての YouTube だから、いろんな基礎の解説とかもしようかなっていうふうに思ってて、色には透明色と不透明色の2つの概念があるとか、なんかそういうのもちょっと動画にしてまとめようかなっていうふうに思ってます。ちょっとトラブルがあって、動画を作る人はね、ちょっと飛んじゃったりとかして、普通に始めればよかったんですけど、半年ぐらい遅れちゃったんで。こう。ホワイトに透明な絵の具を混ぜるときのこの感触がすごい好きなんですよね。赤に比べて緑ってすごい強い色なんで、残っちゃうんですよね、こう強く。なんで赤と緑を混ぜるときはなるべくこう赤の比率を多めに取ってあげると気持ち混ぜやすくなると思っています。まあこれからちょっとこのパレットに乗っける絵の具を作ってるところなので、10分弱ぐらいかな ?5 分弱ぐらいは、これがちょっと続いちゃうので、綺麗だ。ありがとうございます。今回は、これは、アーカイブ残すつもりでいるので、なんとなく、こう、絵の具をパレットこの上に、これとこの体色、これとこれが基礎なんですけど、だけで、幅を出していって、この幅の中から調整して選んでいくっていう作業が始まります。やっぱりちょっと見えづらいな。どうしたらいいんだろうな。ちょっと次までに、このテカリをなくす方法とかを考えておきます。今現在はこういう感じの色味と、ちょっとなんとなく乗っけただけなんで、まだまだこれからっていう感じですね。ウェブサイトの絵を、ちょっと、一旦、ちょっと話が変わっちゃうんですけど、一旦下げようと思ってて、ちょっと来年2月に中国で個展をするんですけど、それに向けての、その作品数の合わせだとか準備に、これからちょっと時間を使わなきゃいけなくなっちゃって。なので、国内で、依頼が可能になる時間も結構少なくなっちゃうのかなっていうふうには思ってます。今のところ12月まではなんとなく予定があるかなっていう感じなんですけど。
今日は、なんだろう、こういう絵の具の線を残した絵を基軸に描いていこうと思います。綺麗でしょ。おー、ちょっと綺麗になってきました。あと20分以内になんとか終わらせようと思います。やっぱりこう、絵って触りすぎちゃっても良くないんですよね。全然。最短の手数で、端的かつ簡潔に。考えてることが伝わるようにっていうふうに考えてます。もっとシンプルに自分の力が分かるような絵をもっと描いていきたいんですけど、なかなか難しくて、シンプルなものを作るのが一番苦労しますね。自分の素や、なんていうんだろう、こう心遣いや思想っていうのが気に出るのがシンプルなものなので、最初のこう10回ぐらいは声を入れようと思うんですけど、途中からは声をなくそうと思ってます。その撮影とかがうまくいくようになって、間が埋まるのであれば。難しいな。今こういう感じになってきました。
これからは中間色を置いて、その色の間を増やすっていうコーナーになります。コーナー、ターンになります。ちょっと濁っちゃいました。ここからは、もう一回上に透明色を乗っけて、こう、雰囲気を上に足していくっていうターンになります。綺麗なストロークができました。こういうストロークをちょっと増やしていこうっていうふうになります。1個できると。持ってる絵の具がなくなっちゃったんで。ナイフの上に乗ってるものの量で、ストロークの色とか決まるんですけど、本当にちょっと全然フォーカスしてくれないな。結構高かったな。次までになんとか頑張って配信のやり方整えますね。反射を少なくしたいというか、色がね、こんなに出ないことはないので。
今日はこれからちょっとコンビニで荷物を出した後に請求書を作って今度中国でなんて言うんだろう、オンライン授業っていうのかなっていうのの講師をやるので、それの準備をしてっていう、ちょっと今日すごい大変なんですけど頑張ります。難しいな。こういう最後の締めになってくると急に難しくなってくるんですよね。ポイントを一つ落とすだけで良くなるってのも結構ありますし。ここら辺がちょっとごちゃついてるので、ここら辺のごちゃつきを解消して、この絵は終わりにしようと思います。同じ色の上に同じ色を乗っけるとやっぱり渋滞になっちゃうので、違う色でマスクしてあげて。そして見えないな。で、一人ぼっちに寂しくならないようにしてあげて、ここら辺に重め、こことここに重めの色を置いて、この辺は締めにします。次までにこのテカリとその絞りをちょっと絞るやり方を見つけて、もうちょっと見やすくしていきます。もうちょっと濃くした。
こういう塩梅で完成にしたいと思います。じゃあ30分の間見てくださった方ありがとうございました。ちょっとぼちぼち見れるように頑張りますので、じゃあ皆様今夜はお疲れ様です。